開幕していきなり怪我っていうのも辛いですよね、そしてそのゲーム自体もブレシアが相手だったんですが2点先行されてしまって、しかし終盤にシェフチェンコの PK もあって2対2追いついてドローにはなりました。さあキプロスチャンス、キーパー飛び出した、キプロスチャンス、コンスタンティノーカシュート、キプロス先制、キプロスが先制、キプロスまあ、これは最後の場面ですけど、はい、やっぱりポルトガルの方が非常にミスが連続しましたよね。もうこの時点ではすでにポルトガルのキーパーリカルドは飛び出してしまった後、一か八かの出をした、来れなくなってきてますよね。そうですか。高温多湿なこの地中海の一番東の端に浮かびますキプロス、センタリング裏落としてディアー1点返した、1対1同点。決めたのは今日もこの男ヌーノ・ゴメス。ガッツポーズは ゲームは繰り出し、パウレタのセンタリングをヌーノゴメス、ツートップの素晴らしい関係で相手のゴールで東洋役に移りました。これもうキプロスの選手が一歩遅れ始めましたね。ヌーノカプーショ、プレシャウトがオーバーラップしていきます。キープだ、ヌーノカプーショ、中央でパウレタ、浮いたボールはサツヤスキープできない。さあチャンスだ、ポルトガルチャンス、センタリング詰める、勝ち越しゴールはパウレタ。何か泣き出しそうな表情でしたパウレタ。これはね本当に点取り屋らしいシュートですよね。はあ、ははあ、舞台です。かつてはクレオパトラもこの島を愛したというふうに聞いています。ビーナスが生まれた海を、海に囲まれたこのキプロスという島。ヌーノカプーショ入れてきた、チャンス決めた、きっちりと決めてきましたポルトガル。今度はセルジオ・コンセイソン、ワンゴールワンアシスト、3対1。点差ということはね、要するにとどめのゴールであると。ヌーノカプーショが逆サイド流して最後はセルジオコンセイソンが決めました。このスルーで決まりましたね、はい、